スーパーフォーティー、はい、スリビです。こんな変なタオルの格好にしてます。あの毎回なんか全然あの映像がつまんないんでごめんなさいね。何にも編集とか、差し入れとかあの何もしてないんで、本当に俺が喋るだけで映像的にはとってもつまんないんで、あの自分もあの映像のプロデューサーと監督としては情けないなと思うんですが、正直あのトレーニングだけでも手一杯で、あのまあ編集はいいやと思ってもこのままただ生で喋ってますね。だからまあこういうあのプールの時のタオルが今日のプロップというかあの服ですね。今日は水泳、あのプールにいても本当に今ロサンゼルスの天気最高、もしできたらあの土曜日ぐらいは外でなんか撮影、この、 あのブログ撮影しようかなと思ってますけど、あのもうすごいいい天気で、あの2800メートルを泳いで、途中であの隣にあの女の人が来て、このレーン一緒に分けてもいいですかと聞かれて、あどうぞって言って、そしたらもうすごい早いんですよね。自分は早い人でもないし、でもそこまで遅い人だと思わなかったんですけど、この自分が泳いでてこう頑張ってやってると、向こうがシューッともう本当にあの追いかけちゃうというか追い越しちゃうんだよね。でなんでこんな早いって、一回二人ともちょうど止まった時に早いですねと言ったら、まあ元プロだということで、でプロだったらじゃあなんで自分がこんなに遅いってなんかアドバイスもらえないかって、今自分コーチがいないんで、ちょっと見てもらって、あの少しあのアドバイスしてもらって、こう伸ばす時にあの自分がこう伸ばしてやって、あの結構伸ばしてるつもりなんですけど、本当はもっともっとすっごい伸ばしてから来るという、あのロングリーチと言ってたんで、そういう結構伸ばせないといけないというコツが分かったんです。でそれをその後やってみたら結構疲れちゃいますね。こうすっごい伸ばすというのがかなり疲れちゃう。でもあのいやさすがにちょっとであの早くなったと思ったんですよね。だからそれをあの訓練します。それからあのフリップ、英語ではフリップターンって言って、こうあのレーン終わったらこう壁にあのこういうふうにこう体回して、で蹴るというフリップキックかな、トーンキックの分かんない、なんかごめんなさい、なんかあの水泳が専門じゃないんでちょっと言葉を忘れちゃったんですけど、そういう よくあのプロとかオリンピックとか見ると、こうあの泳いでってこうも、ま、あの回って、でこうそのまま蹴っていっちゃうというやつが、あのトライアスロンだとどうせ湖とか海で泳ぐから、あの必要ないかなと思って、あえてがそれやってなかった。まあ自分もちょっと目が回るし、あんまり結構疲れちゃうからやってなかったけど、その人のアドバイスってそれって結構ね、あの肺の練習になるんで、あの酸素をどうやって管理するとか、体がそれで慣れるんで、あの絶対やった方がいいということだったんで、あの、まあ、その後やりましたね、ずっと。で、まあ、自分すごく苦手、下手くそで、ま、体が曲がるし、なんか全然うまくできてないけど、その人によると、まあ、あのそういうあの中途半端っていうか、あんまりあの上手じゃないやつでも、あのやらないよりもやった方がいいというアドバイスだったんで、その伸ばすやつとそのフリップターンというんだっけ、それの2つをやったらもう超筋肉疲れちゃって、でも1時間それ終わったら、そのままあのランニングして、あのビーチ沿いで1時間走って、かなり今日暑くて、水持ってたんですけど、もう頑張ってその疲れた筋肉とあのその暑い中で走って、やりました。で結構の今日はハードトレーニングだったなという、あの、まあ、そういう気持ちでなんとかあの済まして、明日休みの日なんで、とてもあの達成感が ありました。で土日、この第4週 の、 あの土日がこれからで、
ロングライドと水泳とまだまだねその走ってますけど、そのランニングは今回は21キロぐらいにしようかなって、もしかしてビーチランかトレイルランにしようかどうしようかって考えながら、今週末頑張ります。土曜日あさってが天気良さそうで、日曜日もちょっと気温が下がるんでちょうどいいかなと思います。どういう感じかわかんないけど、とにかく今夜はたくさん 寝ます。そういうことです。はい、トレーニングの報告でした。スチュー・リビです。スーパーフォーティー。